はい、タスオチャンネルのタスオです。今回はですね、メガボックス入れていきたいと思います。まあ第2弾ですね、オールスターの。まあこれ2ボックス目になるんですけど、まあ生配信で2ボックス目行くと言っていたんですけど、まあちょっと最近生配信の不具合が多いので、まあ今回は動画で行きたいなと思います。まあ1ボックス目は生配信で弾いてるので、よかったら見てください。まあ、今回確定なんですけど、まあ、狙っていく選手は、まあ、この菅野投手と、山川選手と、あと岸投手、あと山田哲人選手ですね。狙っていきたいと思います。では行きましょう。合ってますよね。合ってますね。行きましょう。OK。はい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 。ゴー。なるほど。まあまあありましたね。さあ、ここはまあ出ないんでね。限定は、期間限定パックからなんで、まあゴールが出ないと。さあ、ローズ。第1弾で結構いい引きしてるんで、まあ第1弾ボックス引いてないんですけど、パックからちょっといい引きしてるんで、っていうところもあるんですけど、まあ引いていきたいところです。来い。さあ来い。岩崎投手。さあ限定。来い。1枚か。さあ限定ね。ほぼ限定ね。来い。金2枚。金2枚結構厚いよ。次、続いて、ほい、1枚、ほい、何も来ない、やばいよ、お願いします、2枚は結構いいんですよね。来い。いやー、やばいな。この次が確か最後だったはずなんで。2枚ね。まあこれブラックなんで、限定は出ないですけど、何か来てほしい。あ、持久弾なんでこれはいいっすね。いやー、マジか。はい、次確定だったと思います。はい、さあ、誰が出る？菅野投手か、岸投手か、山田哲人選手か、山川選手ね。お願いします。金2枚。お、あるよ。いやー、確定分だけか。限定は確定分だけでしたね。まあ悪くないですね。狙いの選手だったんで。はい、という感じで、まあ、狙っていた山田選手が出ましたと。まああと岩崎選手ですね。まあ、全然悪くないなと思います。そういう感じで、チャンネル登録お願いします。まあもしかしたら追加で、もう1ボックスぐらい行くかもしれないんで、ぜひ
チャンネル登録、高評価お願いします。さよなら。